こんにちは、懐かしいゲーム紹介人のコックンです。今回はホラーゲームサイレン2に仕掛けられた驚きの伏線を紹介。この動画はサイレン2初見プレイ時にここに繋がるのかと驚いた行動や仕掛けなどを主に語っていきます。サイレンシリーズに関するネタバレが多く含まれますので、あらかじめご了承ください。それでは早速見ていきましょう。まずはじめに紹介するのが雑誌編集者五木守最初のシナリオとなる遭遇から。物語の舞台となる闇島へ向かう小生丸という船に乗船していた五木ですが、謎の赤い大波によって船は転覆。なんとか一命を取り留め闇島にたどり着いた五木は、そこで岸田由里という女性に出会います。五木に助けを求める岸田由里は死人に襲われており、五木は持っていた角材でこちらに襲いかかってきた死人を撃退。ここからしばらくは小屋の中で倒れていた謎の女性岸田由里と行動を共にするわけなのですが、由里に向かって懐中電灯を向けると、このように由里は光を拒むような仕草をします。他のキャラを見てみると、このように他のキャラは光を拒むことはありません。唯一このような仕草をする岸田由里は一見眩しい仕草をしているように見えますが、これが後の展開に影響する伏線となっているのです。五木は由里に誘惑されるようにして遊園地の7つの封印を解き、闇島の地下深くに存在する冥府という場所へやってきます。そしてそこで岸田由里は自身の正体を明らかにするのです。岸田由里の正体、それは今作のラスボスにあたる母体から生まれた分裂体ハトで、その目的は生きた人間を冥府まで連れ、主である母体に生贄として差し出すこと。そしてその母体から生まれたハトが苦手としているのは光だったのです。太陽のような強い光を受けてしまうと消滅してしまうほど、ハトにとっては天敵にあたる光。その光を照らされたユリがこのような仕草をしたのは眩しかったからではなく、自身の弱点に当たる光をものすごく嫌がっているという明確な理由があり、この些細な仕草がユリは人間ではないという伏線になっていました。覚えてる方もいらっしゃるかと思いますが、サイレン2が発売される前、五木と同じタイミングで公開された岸田ユリは、前作のカジロ都のようなヒロインに当たるポジションかと思われていました。しかし、プレイを進めていくと、徐々にユリの言動が怪しくなっていき、まさかの敵側だったという事実が明らかとなります。サイレン2発売前からすでに、闇人は光に弱いという情報は出ていたので、ここでユリの仕草に違和感を感じたプレイヤーはとても鋭いです。ちなみに私コックンは全く気づきませんでした。雑誌編集者の五木守が乗船していた小生丸。その小生丸には五木以外にも殺人事件の容疑者となってしまった安倍総司、占い師の清田明子、さらには有名小説家三上修と視力の弱い三上の盲導犬司も共に乗船していました。それぞれの思いを胸に闇島へ向かっていた小生丸でしたが、船は突如発生した赤い大波によって大きく揺れ出したのです。あまりの大きな揺れに戸惑う五木と阿部は外の様子を見に行きますが、中に残った三上と清田はこの時の船の揺れによって肩がぶつかっています。ものすごい揺れなのでぶつかってもしょうがないのですが、気になるのがこの後、清田が三上に対し一瞬ハッとしたような素振りをしているのにお気づきになったでしょうか。これは初見プレイの時でも何かありそうだなと感じたシーンではあったのですが、やはりこれには理由がありました。当初は阿部や五木などと同じく普通の人間に見えた夢見の館という店を経営する占い師清田明子29歳。確かにこれまで清田本人は普通の人間だと思い生活してきたでしょうが、彼女の中には先ほど紹介した母体の使い鳩の因子が取り込まれていたのです。順を追って説明すると、サイレン2の物語から29年前、採掘業者によって島を荒らされたことがきっかけで、島外の人間を嫌うようになってしまった闇島の人々は、よそ者で怪しい行動を繰り返し、光を拒むカナエという少女を島の汚れとして、彼女の暗殺計画を企てます。当然、カナエは島を駆け回りながら幼い三上衆と共に逃亡劇を繰り広げるのですが、最終的に衆と共に崖下へ落下。朝を迎えた闇島、
幼いシュウは無事でしたが、カナエは海面に浮かびながら溶けているようにも見えます。そう、彼女も母体から生まれた使い、ハトの一人だったのです。そして、そのハトの弱点は光。朝を迎えたことで強烈な太陽の光を浴びてしまったカナエは、溶けるようにそのまま海面で消滅してしまいます。この時闇島では突如起こった赤い津波に飲み込まれた影響で全島民が異界に飛ばされ現実世界から消失。幼いシュウだけが助かったものの、この一件でカナエに関する全ての記憶を失い目が不自由となりました。これで闇島を舞台とした29年前のカナエ暗殺事件は幕を下ろしたと思われましたが、この事件にはまだ続きがあります。カナエが朝日を浴びて消滅したのとほぼ同時刻、闇島近くの海を渡っていた客船から一人の妊婦が落下しています。妊婦は一命を取り留め、同時に赤ん坊を出産しました。そして、その時に生まれたのが、まさに清田明子だったのです。アーカイブナンバー9、司会新聞には、29年前に起こった闇島全島民消失事件が、海底ケーブル切断と同時に起こったことが掲載されており、新聞一面の左端をよく見てみると、観覧船から妊婦が転落、という見出しが確認できます。これが先ほど語った清田明子の母親が転落した記事となっており、海に転落したものの無事に生まれた清田明子。ですが、そんな清田の体内には生まれた時からすでにカナエの因子が入り込んでいたのです。どういうことかというと、朝日を浴びて溶けるように消滅していったカナエ。その溶けた因子が同時刻に海へと落下し、近くにいた清田の母親の体内に入り込み、その因子はお腹の中の赤ん坊、つまりは清田明子の体にまで到達してしまいます。これにより清田は間接的に鳩となってしまい、カコシという特殊能力が使えるようになりました。そんな清田は物語終盤で突如、顔がカナエとなってしまうのです。このムービーでは初見ではなぜ清田がカナエとなってしまったのかがわからず、多くのプレイヤーが困惑したシーンの一つですが、これまでに起こった出来事を紐解いていくと、清田明子の体内には鳩であるカナエの因子が入り込んでおり、そのカナエが完全に覚醒したことで体を乗っ取られてしまった、ということになるのです。ここで清田明子という存在は消滅し、カナエとなった彼女は自身が大切に思っていた三上周を求め行動を起こします。そして、これまでの解説を踏まえて冒頭船のシーンをもう一度見てみると、何かに気づきハッとした表情になる清田。ですがこれは清田の反応ではなく、彼女の体内にいるカナエが三上周に気づいたという反応であり、清田の中には別の人物がいるということを匂わせる伏線。わずか 0.4 秒しかないこの反応には、ここまで語ってきた清田やカナエに関する膨大な情報が詰め込まれているのです。殺人事件の容疑者となってしまった安倍の良き理解者でもあり、心優しい人物であった清田明子は、カナエに体を乗っ取られるという形でこのゲームから退場するという悲しい最後となってしまいました。ですがそんな清田は、2006年2月9日に発売されたサイレン2からちょうど6年後、2012年2月9日に発売されたグラビティデイズの世界で、夢見の館という店の占い師、アキとして元気に暮らしていると、サイレン2とグラビティデイズでシナリオを担当された佐藤直子さんが語っています。カナエに体を乗っ取られた直後に別世界へ飛ばされたのか、生まれ変わりとして誕生したのかは不明ですが、サイレン2ではあまりにもかわいそうな最後なだけあって、ものすごく意外な形で生還していることに、個人的には安堵しています。-1時50分、逃亡というカナエのシナリオ。そこでカナエは暗殺計画を実行に移す島民から逃げながらも、建物の中で港職員のラジオを発見します。攻略としては、ラジオを鳴らして近くの追手を誘導するというもの。では実際に入手したラジオを聞いてみましょう。三隅郡という地域で大雨が降っているという情報を伝えるラジオ。ここでいう三隅郡とは、前作サイレン1の舞台、羽生田村がある地域のことを指しています。
いつきたちが巻き込まれたサイレン2の事件から29年前の1976年に起こったカナエ暗殺計画。実はカナエが逃げているちょうどこのタイミングで、三隅郡羽生田村では大雨が降っており、この時羽生田村では何が起こっていたのかというと、サイレン1で登場した旧道士、牧野慶の養父である先代の旧道士、牧野玲治が羽生田村に伝わる儀式を行っていました。結局牧野玲治が執り行った儀式は失敗してしまい、羽生田村には災いとして大雨からの土砂災害が発生した、というのが世間の認識となっています。サイレン1のムービーで言うと、幼い竹内多門のこのムービーとカナエが逃げていたのが同じタイミングです。サイレン1のテレビとサイレン2の港職員のラジオを比べると、一帯は局地的な豪雨に見舞われております。ただいま気象台から入りました情報で、大雨注意報は大雨注意警報に切り替えます。このように同じ内容を伝えています。そんな前作とのつながりが垣間見えるアーカイブ港職員のラジオ、その最後には不思議なノイズ音が聞こえました。これは羽生田村闇島に起こっている怪異がラジオの電波に触れた際のノイズなのではないか。さらにこのノイズには3つの音が混ざっているのではないかと考えています。ここからは個人的な推測として聞いてください。ラジオから聞こえた3つのノイズ、1つがサイレン1の方針護衛下、2つ目がサイレン1のラスボスで羽生田村では信仰の対象となっている堕脱士、3つ目が闇島の海をさまよい、この後海底ケーブルを切断した犯人となる落とし子。それらの音源と鳴き声をつなげてみましたので、ラジオのノイズと合わせて聞いてみましょう。カナエの逃亡と牧野玲治が羽生田村での儀式を行っていたのが同じタイミングであると考えると、三隅郡の大雨を知らせるラジオの中に儀式の決行やその裏で動いていた堕脱士、落とし子の鳴き声まで干渉し、謎だった海底ケーブル切断の犯人は落とし子であることがわかるというアーカイブだったのではないでしょうか。18時4分のシナリオで最後まであがいてみせると決意した五木守と自衛隊永井頼人は高くそびえる鉄塔へやってきます。そこでオカルト大好き五木はいろいろと語り出しちゃうので、まずは見てみましょう。これはそうか、奴らあそこから現実に侵食しようと。なんだよそれ。ここは虚無の世界、今俺たちの目に映ってるこの風景は29年前の現実の世界を映し取ったコピーに過ぎない。また語り始めちゃったよこの人。奴らにも先にあの塔の先端を目指すんだ。もしかしたらあそこがここと現実をつなぎ合わせる時空の裂け目かもしれない。あの先に俺という観測者がたどり着いた時、可能性は一つに収束する。こいつも勝手にしろっつうの。一人持論を展開し始めた五木に対し永井は、また語り始めちゃったよこの人と呆れたご様子です。がこの時五木は今作に関するとても重要なことを3つ話しています。一つが、今五木たちがいる闇島というのは現実世界の闇島ではなく、29年前の闇島をそのままコピーした異界であるということ。
二つ目が、イツキが冥府で見た奴らこと母体と闇霊は、現実世界を支配すべく異界と現実世界をつなぐ鉄塔の頂上から現実世界へ乗り込むつもりでいるから、母体たちが鉄塔の頂上に着く前に自分たちが先にたどり着き、それを阻止しなければならない。そして三つ目が、あの先に俺という観測者がたどり着いた時、可能性は一つに収束する、です。これは五木守の代表的なセリフの一つで、オカルト好きな五木を象徴する言葉として個人的にはとても好きなセリフなのですが、ちょっと何言ってるかわからないですよね。自分も初見プレイの時は永井くんと同じ反応でした。ですが、この五木のオカルトチックな発言は今作において非常に重要なことを言っており、それを補完するのがムービー直後に手に入るアーカイブ、アトランティス増刊号総力特集。イツキも編集者の一人として関わっているオカルト雑誌アトランティス、その増刊号の一部を抜粋すると、内容は平行宇宙について触れており、私たちのいるこの世界が切り捨ててしまった全ての可能性の数だけ平行宇宙は存在する。驚くべきことに、宇宙に関する最新の観測結果は平行宇宙の存在を示唆しているのだというもの。見るからに怪しい記事ではありますが、実はこのアーカイブナンバー83、アトランティス増刊号総力特集は、今作サイレン2の終了条件1と2のことを指しています。前作、サイレン1にも存在していた終了条件1、2。かなり難易度の高いサイレンのプレイシナリオを別のクリア条件でもう一度クリアしないといけないという初見プレイヤーが、終了条件2って何?と困惑したシステムではありましたが、サイレン1の終了条件1と2が意味していたのはループ。そして今作、サイレン2での終了条件1、2は記事に書かれている平行世界を表しています。どちらの作品も同じ表現に見えますが、全く別の意味となっているのです。これをもう少し詳しく解説します。サイレン1は話の軸が1本となっているため、終了条件2をクリアするのに必須となる必要コードを満たさないと、必ずどこかで詰まってしまうというシステム。ちなみにサイレン1は終了条件2をクリアすることで初めて物語が進むことになるので、終了条件1をクリアした時点では、実は話の軸の中では戻されています。そして一本の軸を何回もループし、終了条件2をクリアし続けることで話を進めていき、やっと堕達氏の首を落とす真のエンディング、トゥルーエンドを迎えることができるのです。しかしサイレン2では、終了条件1が仮に A の世界線、終了条件2が仮に B の世界線と、話の軸が2本存在しています。つまりこの形が今作における平行世界。アトランティス増刊号には、この世界が切り捨ててしまった全ての可能性の数だけ平行宇宙は存在すると記されているように、私たちの普段の日常でも平行世界はたくさん存在しています。その平行世界をサイレン2では、終了条件1、2という形で表現しており、必要行動で言うと、例えばクランクを拾い近くの操作盤に差し込んだり、電気をつけたかつけなかったかといったとても些細なことで別の人間の運命が大きく変わってくるなど、他のゲームにはない斬新な方法で平行世界を表しています。これはとてもすごいことです。そしてサイレン2の物語は基本的に B の世界線、つまり終了条件2をベースに物語が描かれており、終了条件1というのはもしかしたらあったかもしれない世界線ということで、最終的にどうなったかといった A の世界線のエンディングは実はゲームでは描かれてはいないんです。いつきも永井も阿部も最終的には終了条件2を通して描かれた B の世界線の結末なので、これが A の世界線だったらどのようなエンディングを迎えていたのかは気になります。いろいろと語りましたが、話を戻し、いつき守の言っていた俺という観測者がたどり着いた時、可能性は一つに収束するという言葉をまとめると、俺が数ある平行世界の中で鉄塔の頂上にたどり着いたら、生還する世界線につながるかもしれないといったところでしょうか。このイツキの発言と、直後に入手するアトランティスが終了条件1と2がどういったものなのかがわかる伏線となっているのですが、残念ながらこの時のイツキさん、すべて何の根拠もない勘で語っていたことが、公式解説本であるマニアックス2で判明します。マニアックスではイツキのこの語りを超理論と表現しており、根拠なく語っているけど結果的にはすべて当たっちゃったという、まさかのミラクルを起こしていたのです。
ちなみにそれから2時間後にこの場所にやってくる貴船郁子もいつきと同じような発言をしていますが、これは貴船の持つ他者の心を読むという特殊な力を使ったことで母体の心を読み、その目的を理解していたため、言っていることは同じでも説得力がオカルト大好きいつきくんとは全然違います。闇島へ向かう小生丸にいつきや三上と共に乗船していた安倍総司、恋人田川隆子殺害の容疑で指名手配となってしまった安倍ですが、そんな彼はこのサイレン2の物語終盤、トイレ爆破というとんでもない珍事件を起こすことになります。ではトイレ爆破事件がなぜ起こってしまったのか、その軌跡を順を追って説明していきましょう。船が大波に飲まれながらもなんとか無事闇島へとたどり着いた安倍と、占い師清田は隆子を探すため行動を開始。途中で安倍はあまりの空腹からか、闇島近郊社宅の片隅に生えていた闇あけびという果実を食べています。その後途中まで一緒だった清田とはぐれてしまった安倍は偶然死人に襲われている三上周の姿を目撃し、とっさに三上を助けた安倍。二人はそれから行動を共にし、砲台跡を抜け闇島遊園の観覧車へとやってきます。そこでタバコを吸おうとする安倍ですが、どこかでライターを落としてしまったことに気がつき、吸うのを諦めました。実は安倍は砲台跡のシナリオにて、木製バットで武器庫の壁を突き破る際にライターを落としていたのです。ライターを失いタバコを吸うという束の間の癒しを失ってしまった安倍。ちなみに安倍が吸っているタバコはアーカイブナンバー59、安倍総司のタバコで、その詳細を見ることができます。オカピーマイルドという安倍が持っていたタバコはなんとタール 44mg、 ニコチン 4.4mg となっており、2024年現在世界で一番きついとされている実在するタバコガラムはタール 42mg、 ニコチン 1.9mg となっているので、安倍ちゃんどっからこんなタバコを買ってきたのか逆に気になります。タールもすごいですが、ニコチンの数値もとんでもないオカピーマイルド。タバコに含まれるニコチンを摂取するとドーパミンが大量に放出され強い快感が得られますが、時間が経ち血中のニコチン濃度が低くなると不快感を覚え、さらには依存性が非常に高いので、このニコチン 4.4mg のヤバさと、普段からそんなタバコを吸っている安倍がこの時どれほどのストレスを感じていたのかが伺えます。そんな異常なニコチン濃度を持つ魔のタバコが吸えない安倍はそのストレスをパンダの乗り物に乗って発散。その後冥府で三上が犠牲となり、一度は再会した清田とまたはぐれてしまった安倍は、いつきや永井たちが鉄塔で奮闘している間一人闇島近郊採掘所で苦しんでいました。一見安倍は次々と闇人が襲いかかってくるこの世界に絶望したのではないかと思われましたが、そういうわけではなく、これは物語序盤で食べた闇あけびに原因があります。安倍が社宅で食べた闇あけびというのは闇島だけに自生する特殊なあけびで、独特な酸味と甘みを伴った果肉が特徴ですが、運が悪いと激しい下痢を誘発することがあるため、食べるには注意が必要な食物だったのです。そして何のためらいもなく闇あけびを食べた安倍は見事当たってしまったというわけです。ちなみに安倍は採掘所の中で霊体化した三上周と出会っていますが、これは闇あけびもう一つの副作用、若干の幻覚作用から来ているものではないかと推測されます。いつきや母体が鉄塔での激しい攻防戦を繰り広げている中、漏らすか漏らさないかの攻防戦を繰り広げていた安倍はトイレを探します。そんな中、霊体三上の導きで見つけた犬笛を吹いた安倍は、開いた穴から突如現れた司と遭遇。一度は逃げられてしまいますが、その後何かを加えて再び現れた司はそれを安倍に差し出します。安倍が手に取ったのは自身がなくしたライターだったのです。オレンジ？なぜ司が安倍のライターを持っていたのかはゲームでは詳しくは描かれてはいないため、順を追って説明すると、当初司は三上周のシナリオで屋根が崩れたところをかばい下敷きになって死んだと思われていました。司のおかげで一命を取り留めた三上は砲台跡近くのトンネルで、彼女も思い出になってしまった、みんな私の元を去っていくと安倍に語っていたので、この段階でプレイヤーも司は死んでしまったと感じた人も多かったとは思いますが、終盤の安倍のシナリオでいきなり死んだと思われていた司が登場したのです。
これにもいくつか伏線がありまして、まず5時14分、藤田茂の砲台跡のシナリオでは、トンネルの奥でアーカイブナンバー60、司の首輪を発見します。これはもともと司が身につけていた首輪で、なぜここに首輪が落ちていたのかというと、藤田のシナリオよりも2時間前。この場所には阿部と三上が座っており、ご主人である三上の匂いをたどって、司はここに来ていたということがわかるアーカイブになります。流れで言うとこの場所には阿部と三上、司、藤田の順で訪れており、もちろん屋根の下敷きになった後の話になるので、これで司は実は生きていて、三上を求め闇島を駆け回っているということがわかるかなり細かい演出となっています。司が持っていた阿部のライター。もともとは砲台跡の武器庫で阿部本人が落としたものですが、そのライターを拾ったのは阿部と三上のシナリオから2時間後。藤田と共にこの場所を訪れた中学生、矢倉一子が拾っていたのです。そのままライターを持ち続けていた矢倉は、闇島小中学校のシナリオで、死人陽動のために校舎裏の焼却炉へ火を灯すのに阿部のライターを使い、落としました。8時50分の矢倉のシナリオで落とし、そのライターは闇島小中学校へやってきた司が拾っています。その後司はご主人の匂いと気配を頼りに金鉱採掘所を訪れ、そこで出会ったのが阿部総司。船ではこのように全く相手にしていなかった司ですが、三上を助け共に行動し、三上の匂いが付着している目の前のヤンキーはきっと悪い人じゃないと判断した司は、同じ匂いがするライターを本人に返したのです。ちなみに司が入り込んできたこの穴ですが、これはもともと五木守が金鉱採掘所を訪れた際にバールで開けた穴で、実はここで五木が穴を開けなければ阿部は司に会うことができなかった可能性がありました。司と別れやっとのことへトイレを見つけた阿部総司、ギリセーフだったようです。さらに阿部は用を足すだけでなく、帰ってきたばかりのライターを使いタバコに火を灯します。久しぶりに味わうタバコ、オカピーマイルド。観覧車前で最初に吸おうとして諦めてから18時間も経過しているので、下痢だけでなくタバコは吸えないというストレスもおそらく限界に達していた阿部。そんな阿部の体内には、タール 44mg、ニコチン 4.4mg が一気に流れ込み、我慢していたトイレ、我慢していたタバコというダブル快楽が押し寄せてきたのです。そんなこともあり、トイレから出てきた阿部はとても上機嫌。そしてあまりにも機嫌のいい阿部はそのタバコを、トイレにシュートしたのです。その投げ入れられたタバコは見事便器の中に入り、地下で充満していたメタンガスに引火。トイレは大爆発を起こし、地下で連鎖するように起こった爆発は近くの鉄塔も巻き込むほどの大規模なものとなりました。そして阿部の目の前で爆発に巻き込まれた鉄塔は無残にも崩れ落ちたのでした。ここまで動画を見た方は、この珍事件で困ってしまう人がいるということにお気づきかと思います。それが今作のラスボスにあたる母体。いつきたちが住む現実世界の支配を企んでいる母体は、本来高くそびえる鉄塔の頂上から現実世界に侵入し、現実世界へ乗り込んでいくことが目的でした。しかしその肝心な鉄塔は、少し離れたヤンキーの投げ入れたタバコによって爆発し崩壊。鉄塔が崩壊してしまうと現実世界へ乗り込むことが不可能になってしまうため、トイレが爆破された段階で母体の地上奪還計画が破綻してしまったのです。なのでトイレにタバコを投げ入れた阿部総司は意図せず世界を救ったことになります。これに関しては敵ですが、さすがに母体には同情しました。鉄塔を壊され計画が台無しになってしまった母体は、その怒りを目の前にいた五木と貴船にぶつけようとしますが、返り討ちに遭い残念ながら敗北。一見ネタ要素に見えるトイレ爆破ですが、実は今作サイレン2においてこの珍事件は敵の計画を台無しにしたという非常に重要な意味を持っています。そしてその事件は実際にトイレにタバコを投げた阿部がやらかしたと思われていますが、実際には阿部だけではなく、それ以外のキャラクターたちによる些細な行動すべてが伏線となり、大爆発という会心の一撃を生み出したのです。そんな阿部総司は爆発する鉄塔を見て、ありえぬ、どうなってんだよ。いつの間にかトイレで世界を救うヒーローになっていたことに当の本人は気づいていないのでした。今回の紹介はここまで。
ぜひ高評価、チャンネル登録、概要欄から X のフォロー、メンバーシップのご参加などいただけますと動画制作の励みになります。よろしくお願いします。それでは動画を締めたいと思います。ここまではコックンでした。ご視聴ありがとうございました。